はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでコロさんですね。はい、コロ様ですね。ピッコロ様ですね。よいしょ。はい、おかわりということで、ね、シリアルカードもまあ5枚5枚、ね、なんか出る感じで、アベレージでしょうけど。で、サインも1枚1枚出てっていう感じですね。結構なんか期待のルーキーは、やっぱり、それなりに、市場でも評価されてる感じですね。うん。まあ、この価格だったら全然、とは思うんですけどね。というとこです。はい、じゃあ出てきます。はい、ルーキーとね、ベースは分けておきます。まずリフですね。で、黄色か金か。はい。オディロンくんですかね。ディフェンダー。ルーキーじゃないんですけど。これ金っぽくないですか？金だ。ゴールド。レバークゼンのディフェンダー。2001年生まれ。去年カードがあったんですかね。去年のブンデスリーガにいましたカード。もっと前にいたのかな。2年前。RC ついてないんでね。はい。とりあえずシリアル1ね。で、リフ1。シリアル2枚入ってるパックとかもあるので。まあ。お得感はね、非常にあると思います。買われてる方は結構、リピーターの方が多いですね。全くスルーの方はスルーで、まあ多分、ね、まあわかんないですよ。ルーキーが一人こう、成長して、飛び抜けたのが出てくると、わーってなって、ね。またその時代に戻るのかなというところですけどね。青ウェーブ。お、レバンドフ。いいっすね。もう一枚あるわ。ピンク？お、ベリンガムと。レバンドフです。はい。150シリ。このパックの組み合わせすごいっすね。で、ベリンガムのピンク？はい。で、ルーキー。まあ、これだけね。ね、金の子ね。金の方。で、またシリアルかな。これ黄色っぽいですね。あサンデジャブ。はい。ね。金リフベースと黄色が出ました、このミニボックス。まだ途中ですけど。ね。6フィート3。ああ、結構タッパーあるんですね。うん。ファーストキャリアブンデスリーガアシスト。去年、あ、でも11月の7日にファーストブンデスリーガのアシストをしたか。はい。どうなんでしょうね。去年にはいなかったような気がしますけどね。結構 PB もしたので、ある程度覚えてるんですけど。はい。オルテガさん、リフですね。リフも今4枚出てるな。リフ4。シリアルと同じくらい出るんですかね。遠藤さん。あ、サインだ。パープルサイン。そうだ。はい。よいしょ。あ、グリーンもいる。よいしょ。ウエヨン。あ、どっちですかね。韓国の方ですかね。そうですね。おー。RC じゃないんだ。へぇー。99年生まれ。ファーストキャリアって一応なってますよね。あ、でも、ブンデスリーガで2年目？でも去年いないカードにいました？ねえ。はい、結構
カードなくて RC ついてないのもいるかもしれないですね。グリーンの99。98年生まれ、フォワード。すごいですね。11ゴール決めてますね。はい。ということで、リフがミニボックスで4。シリアルが5。5。で、サインがパープル。リフ4、シリアル5、サイン1、ダイカット1。まあ、これだけ出たら面白いですよね。スポーツカードが全然売れない時代の時は、こんな感じでしたけどね。黄色のウェーブかな。はい。サーラムさん。去年言いましたね、彼はね。はい、あ、サインの方ね。うん。はい。ダイカット。と、リフ。ヨナス・ホフマンさんか。でもジョナスっていう場合もあるんですよね。あ、ぬくぬくくんね。パープル。はい。レバークーゼンのキーパー。250。89年。ベテランさんですね。1番だから、まあ、彼がスターティング、ラインナップ。まあ、関係ないですかね。はい、レンツさん。あ、クロウェーブだ。199。クロウェーブにリフに、ピンクウェーブ。すごいですね。あ、これインサートか。で、ピンクウェーブ。髪の毛もピンク。ねえ。2000年生まれ。あ、まあ、2ゴール。2年目、3年目くらいか、じゃあ。はい。サインのパックは最後っぽいですね。もうケース全然変わってるんですけど。サインは相変わらず、最後ですかね。はい。これかな。まあ、そっか、シリアルも一緒に入ってる場合もあるから分かんないですね。リフがあって、黄色ウェーブかな。どっちがサインだろう。こっちだ。リフだ。はい。ラニさん。ですね。で、後ろは黄色の、はい。アモスさん。こちら。ラニ、ケディラさん。でいいのかな。ドイツ。カードはね、ちょいちょい見てますね。大ベテランですよね、確か。はい。ということで、まあ、ルーキー系というより、ちょっと、お二人ともベテラン。ベテラン。韓国の方はちょっと若いと思いますけどね。という感じになりました。サインはね、ローダー入れておきますので。で、今日、あ、違う、待機。発送待機ですね。あの、配送番号は先にメールしてます。はい。で、動画の中で、あの、待機だったら待機。ね。発送だったら今日発送します。という感じでコメントしますので。発送待機で。はい。1週間大丈夫です。はい。ということで。ジョンさんかな。ね。99年生まれ。94年生まれ。すごいですね。出場試合数138。はい。ということでね、シリアルは5枚5枚の10枚出てると思います。やっぱ面白いですね。これだけパラレル出るとね。ちょっとルーキー系もちょっと絡んで欲しかったなと思いますが、まあ、あの、ベリンガムとあの、ね、
レバンドフが一緒にいたパックはあれだったんですけど、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。